ないです。まずですね、今回の動画30分ぐらいの動画があるので、多分いっぺんに見ようとすると結構疲れると思うんですよ。なので晩酌をしながらなんかこうまったりと見るような感じにするか、2、3回くらいに分けてもらったら多分いい感じになるかなと思います。いつものごとく調理編だけで20分ぐらいあるんですよね。なので今回こういった感じのタイムスケジュールでいこうと思いますので、そんなに時間がないよって方はなんかいいところでこう飼育場を動かしてもらったりとかしながら、なんか皆さんの見やすい方法で見てもらえたらなと思います。では早速おう。さあでは作っていきましょうか。今回数種類握っていくつもりなんですけど、一応メインとなるのがこちらの業務用のスイートコーンですね。ちなみにこれ1個の中に 1.8 キロ分のコーンが入ってます。でこのコーン缶って果糖タイプと無果糖のタイプがあるんですけど、こちらは砂糖が入ってないタイプですね。ではまずこちらを開けていきましょうか。でまだこの状態だとこういった感じでまだ汁気があるんで、ちょっと一度これをザルに上げていきます。で今ここにあるのがこのコーン缶の汁なんですけど、これはこれで炊き込みご飯に使ってもらったりとか、あとはだし巻き卵とかに使ってもらったりとか、いろいろと使えるとは思うんですけど、まあ、多分一番簡単なのはここに牛乳と生クリーム入れて、あとはコンソメと塩コショウ砂糖で味整えて、あとは沸騰させないように火にかけて、で仕上げにパセリ振れば、あっという間にコーンクリームスープ、あーうまっ。ここにお好みで人参、玉ねぎ、じゃがいも、ブロッコリー、あとほうれん草とかも美味しそうやな。なんか思い思いの食材入れてもらってもいいかなと思います。あかん、脱線しすぎた。ではここから本筋に戻りまして、今回のコーン軍艦のコーンを仕上げていこうと思います。それでは参ります。せーの、マヨネーズ。ではこちらのマヨネーズを、今回のはすごくスタンダードなマヨコーンにしてるんですけど、なんか調べてみたら回転寿司屋さんのコーン軍艦もこんな感じらしいですね。あので今回のは砂糖不使用のコーン缶を使ってるんで、もっと甘いのがお好きな方はここに砂糖を加えてもらってもいいし、なんかブラックペッパーとか加えてピリッとさせてもいいし、パセリとかバジルとかも合うでしょうし、ちょっとお醤油の香りつけてもご飯と合うでしょうし、ここに何を加えるかはお好みということで。ではここから早速軍艦作りに入ってもいいんですけど、さすがに今回この一味だけやと飽きちゃう気がするので、今回もう一種類コーン軍艦作っていきます。まあ、ただここに何かを加えてもう一種類作ってもいいんですけど、どうせならもう一面真っ黄色にしたいんで、ここに何かを加えるというより、なんかこんな感じで酢飯とコーンの間に挟むっていう感じでもう一種類作っていきます。というわけで今からここの赤いところ作りに参ります。では先ほどの赤いところに何を入れるのかと言いますと、こちらのコンビーフですね。ただこれ単体だとちょっと味がしつこくなりそうなんで、ここにレモンとブラックペッパーを加えていきます。じゃあまずとりあえずこのコンビーフを開けて、ではコンビーフ缶1缶に対してレモン2分の1個と胡椒適量を加えていきます。レモン汁いらんかったかもしれん。でももう入れてしまったもんはしょうがない。というわけで今この段階でマヨコーンとコンビーフの料理はできましたので、もう一度も握れる段階ではあるんですけど、どうせなら普通の握り寿司が食べたいなということで、本日はこちらのマージモンをおろしていこうと思います。正直これ買うつもりじゃなかったんですけど、なんせこのサイズで1匹150円ですからね。思わず衝動買いしちゃいましたね。さすがにこれ全部は今日はね、食べないんですけど、でもあらかた軽く鱗取りは終わらせてるんで、ここの贅ごと頭と内臓、ここを落として綺麗に水洗いっていうところまでいきます。
そしたらこの胸びれの付け根とこの腹びれの付け根が一直線になる角度で、あとは包丁の顎を使って骨を切り落とせば、これで頭が落ちる。でも今日頭と一緒にもう内臓ごと切っぺがしちゃって、あ、卵、そしてアニサキス発見。あの見たくない人もいると思うので、見たい人は動画の最後に載せときますんで。では一度この状態でこのお腹の中洗ってきます。ではひたすらこの作業を黙々と繰り返していきます。また5秒後にお会いしましょう。でちょっとこちらを2つにより分けました。おそらくこっちは刺身とかお寿司でギリギリ生きる鮮度で、ちょっとこっちはもう怖いかな。ちょっと何が違うかっていうと、こっちの奥の方にあるやつ、ちょっとこっちのお腹側の身がもう内臓で焼けちゃってるんですよね。でも匂い自体ももう結構臭みも出てきちゃってるんで、もうこっちは塩焼きか煮つけって感じですかね。なので今回はこっちを使っていきます。というわけで三枚おろしに参ります。まあ、こういったアジとかはすごい簡単なんですけど、いつも通り頭が右側に来るように魚を置いて、少し包丁を立てるような気持ちでまず皮1枚切って、次は包丁を寝かせて身を中骨まで切り進めて、中骨にコツコツ当たったら次は背中、同じように皮1枚切って、次は身を切って中骨まで切り進めて、もうここまで来るとここに包丁が入るので、ここからまず皮1枚切って、次身を切って、あとは同じようにここの隙間に包丁を入れて、あとはここの腹骨をすいて、で今回のアラーなんですけど、今回あんまり鮮度が良くなかったんで、今回頭とか中骨は使わない方向性で、でこの時点でもちょっと匂いを感じるかな。なので今回素洗いにしていこうと思います。まずこういった平らなバットに薄く塩振って、あとは皮目を下に並べて、身の方にも同じように薄くまんべんなくお塩振って、この段階でラップして、出番が来るまで冷蔵庫で待機っていうところで、今コーンもコーンビーフもアジの仕込みも終わったので、もういつでも握れる状態ではあるんですけど、今回お寿司なので、あんまりビールが合わないかなと思いまして、ちょっとお吸い物を作っていきたいんですね。ただ先ほどもお伝えした通り、今回のアジの頭とか骨はね、ちょっと匂いがあったので、別のものでお吸い物というか牛尾汁を作っていきたいんですけど、こういう時に使えるのが、きっと皆さんの冷凍庫の中の端っこの方に眠ってると思うんですけど、クエの頭と釜ですね。ちょっとあまりにもね、頭が大きすぎたんで、もう頭の方はね、保存の時に細かくも切ってあります。ただまだ釜はこの状態なので、ここの余分なヒレは落として、で食べやすい大きさにカットしていきます。まあ、ただ何分クエの骨ってめちゃくちゃ硬いので、ちょっとうるさいかもしれないですけど、そしたらまず皮面を上にして並べて、まずは皮面にお塩でひっくり返して、身の方にもお塩、
あとは皮面を下にしてこのまま30分放置。夏場とかだったらラップをかけて冷蔵庫でいいと思いますけど、で僕はこの時間を使ってちょっと洗い物をします。というわけで30分経過しましたね。水分が抜けたっていうか臭みのある水分が表面ににじみ出してる状態って感じかな。ではここからいつものごとく霜降りに参ります。だいぶ透明感も戻ってきましたね。一度沸騰させてアクを取ってるうちにどんどん透明感と戻っていくんですけど、この後煮出す時間として今のこの傘が3分の2とかなるまでぐっと煮詰めて、でもう一回加水してっていう作り方もあるんですけど、今回お寿司と一緒にねさっぱりと飲みたいので、まあ、そこまで煮出さなくてもいいのかなと。だからとりあえずこれで5分10分ぐらい煮出していこうと思います。で味見しながらまた時間は加減っていう感じで。色バッチリ、香りバッチリ、味計測不能、あーうまっ。もう出汁で酒飲めるわ。でこちらまだ味付け何もしてないので、最初にアラに打ったお塩の塩分がちょっと入ってるだけっていう感じです。でこの最後の仕上げはまた後ほど行っていきますんで、ここでお待ちかねの握りタイムに入ります。ではまず今回のアジの素洗いから仕上げていこうと思います。このネタの切り方は何個か種類あるんですけど、今日はすごくオーソドックスに皮目を下にして、この肩口と同じこの角度で、今日はこういった切りつけ方でいこうと思います。では逃げていきましょうか。こちらからシャリ、テズ、わさび、ネタですね。このテズが水とお酢が1対1。で、まずテズを全体になじませて、切った時のこの皮目のところ、角がビッて出てるところ。これ和食でコバって言うんですけど、このコバが下に来るように持って、そしたらここにわさびペトッと乗っけて、シャリ乗っけて、シャリ玉が潰れない程度にぐーっと空気を入れてあげて、そしたらこちら側に一度、コロン。こちら側サイドはこの指、上は指2本で、ここを下から親指でクッと押さえて形を整える感じ。クッとやって形整えて完成。この握り方を小手返しって言うんですけど、これを一連の流れでやると、で最近練習してる本手返しっていう握り方もあるんですけど、同じようにネタ持って、でわさびつけてシャリ乗せて、今度人差し指でぐーっと空気を入れてあげたらこっちに持ってくる。そしたらこれを上からかぶせるように取って、そしたらこれをこちら側にコロン。あと同じようにクッグッグッとしてあげて形整えて完成。ちなみにこれも一連の流れでやると、
的な、まあ、まだ下手っぴですけどね。ひぎ、薬味こぼし。こんだけ薬味もりもりにすればね、生臭みとかも軽減されるでしょう。まあ確実に食べにくいでしょうけど。で、今のところ結構動画が長時間に及んでるかもしれないんですけど、あとはコーン軍艦を握っていこうと思います。で、今回軍艦なので、まずはこの海苔を軍艦用に切っていきます。よくこういった感じで手巻き海苔として売られてるサイズの形。ただこれを縦3等分にこうやって切るだけで、作り方はすごく簡単で、こういったシャリ玉をまず並べてもらって、これを海苔でくるんで、で今この中心部分がこうモコッと盛り上がってるんで、こう一回クッと押してあげると形が良くなります。あとはここにコーンを乗せるだけ。ではこの辺でもう一種類のコンビーフの方を作っていきましょうか。ということでお寿司はもう完成しましたので、ここからは潮汁の仕上げに入ります。味付けが決まったら火を止めて、酒を一回し、これで完成。はい、これでたっぷりコーン軍艦とアジの握りのセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事で完成しました寿司パーティー。いただきます。何度も言いますけど、調理時間に比例してお酒が美味しくなっていく。では何くらい参りましょうか。まずは口潤そうかな。やべ、三つ葉入れすぎて三つ葉の味しかせん。あーでもやっぱ食えの出汁すごいな。あのすごい出汁やし、皮のところのコラーゲンとか溶け込んですっごいことになってるんですけど、もう表面油がきまくりやし、でも全然嫌味はない。もう一言で表すなら極楽って感じ。まずは普通のコーンからいきましょうか。お醤油ちょっとつけて、あーうめえ。やっぱこれはね、このね、なんだろうな、この感じ、なんかもうご飯というかおやつに近いよね、これね。すごい子供っぽいけど、これが好きなんですよね。あ、あかん、どうしよう、止まらへん。あの、なんかこういう感じの味ですよとかいろいろとお伝えしたいんですけど、その必要がないぐらい回転寿司屋さんで回ってるあのコーン軍艦のそれですもんね、これ。おそらく皆さんが子供の頃とか小学校の頃に一度は食べたことがあるであろうあの味で、今回みたいにこういった軍艦とかね、こういった形にするとちょっと時間かかっちゃいますけど、あ
あの丼に酢飯をよそって、その上から刻み海苔クシャクシャクシャーッバッてやって、でその上から今回のマヨコーンをね好きなだけよそってもらえたら、もっともっと手軽にできるかなと思いますんで、もしもっかいありましたらぜひ。クエの実がバカほどうめえ。今年は動画にしてなかったですけど、来年の冬とかはねこれ動画にしたいですね、クエね。では続いてこちらのアジいきましょうか。いや思ってはいたけど、すっごい食べにくいな、これどうしようかな。もうこれはシャリにつけるしかないかな。こちらも同じくちょっと醤油つけて、こんだけ薬味があるとビールとも合わせられるね。この薬味のおかげなのか、スワレのおかげなのかちょっとわからないですけど、生臭いは全然って感じですね。でやっぱアジはね、味が濃いね。こんだけ薬味があるけど、ちゃんと後味にアジの風味が残ってますもんね。やっぱアジはうまいわ。で、多分最初の方に塩を両面に当てたからでしょうね。余分な水分とかも飛んで、ちょっと身に弾力が戻ってますね。いや、ほんと純粋にうまいわ。で、ここからちょっとお飲み物を変えまして、やっぱお茶が一番合う。というわけでちょっと食没の時間に入ります。なんかちょっと味に飽きちゃうのも怖いので、ちょっと先にこっちのコンビーフマヨコーン軍艦いきましょうか。うわめっちゃうめえ。で僕作ってる時、レモン汁いらんかったかなって言ったと思うんですけど、いや食べたらわかる、これレモン汁いる。レモン汁もブラックペッパーも両方とも、この甘いコーン軍艦をギュッとなんかね、締めてくれてる感じ。なんか一気に大人のコーンマヨになった。で、またこのコーンビーフの塩分がいいね。いや、多分こんだけ塩分があったら、よいしょ。多分日本酒も合わせられるはず。ああ幸せ。美味しいご飯と自分のお気に入りのグラスで飲むお酒、もう何よりの贅沢よね、これがね。ではまたこっから続きと参りましょうか。っていうところでまたちょっと種類を変えまして、こちら何なのかと言いますと、今回のコンビーフと、あとマヨネーズ一緒にこう軍艦の中に持って、で、その上から粉チーズを振りかけたものですね。コンビーフ軍艦ってやつ。これうまいわ。最初マヨネーズがバーンと来て、で、その後ろをなんか申し訳ない感じに粉チーズがとことか歩いてきて、で、さらに後方から巨大なコンビーフ軍艦が迫ってくる感じ。で、最後口の中残るのはコンビーフの風味がしっかり残ってるので、もう同じような感じでカナッペみたいにしてもめっちゃ美味しいでしょうね、これね。っていうところで残りももう少なくなってきたので、そしてお酒も終わったので、ここでラストスパートをと参りましょうか。ラストスパートを、いやー、よかったね。久しぶりにコーン軍艦食べるけど、やっぱうまいっすね。なんか童心に帰った気分。で、もちろん味も美味しかったけど、でも実際一番美味しかったのは、牛の汁かな。
でもちろん今回みたいなクエじゃなくて、例えばタイであったりとかスズキであったりとか、そういった白身魚であればね、まあ、どんなものでも基本美味しくなるかなと思うんですけど、結構スーパーとかでタイのアラのパックとか売ってると思うんですよ。なんかミニキュッパーぐらいで、ああいったものを活用してもらえたらね、結構お手軽にできるのかなと思いますんで、もし1回ありましたらぜひっていうところかな。一番最後になるんですけど、僕がずっと使ってるこのボトルクーラーというかストーンクーラー、これの使い方がよくわかりませんっていうとご質問があったので、こんな場合からちょっとお伝えできればと思うんですけど、例えば今回みたいなこう冷たいものを入れるときであれば、これ冷蔵庫なんか入れといて、でこれをキンキンに冷やしてこういった缶とか入れとくと、全然これがぬるくなりませんよっていう商品なんですよ。これからの時期とかね、だんだんとこう気温も上がってくる時期かなと思いますんで、皆さんの晩酌ライフにご利用いただければと思います。でこちらまだ販売はしてますんで、下の概要欄にね、URL 貼っておきますんで、もし気になる方はね、そっちからチェックしてもらえたらと思います。それでは本日はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバッ。Thank you.